鉄道の臨時区の組み立て作業をめぐる不正問題で、国土交通省は JR 東日本など5社で改ざんが行われていたと明らかにしました。安全確保はすべてに勝る最優先事項である方あることは今さら改めて申し上げるまでもありません。国土交通省は。 車輪に車軸を取り付ける輪軸の組み立て作業で不正が相次いで発覚したことを受けて、全国の鉄道事業者などを緊急点検しました。その結果、156の事業者のうち91事業者で不適切な事案が確認されたということです。このうち JR 東日本やメトロ車両などの5社では検査結果の記録を書き換える改ざんがあったと明らかにしました。